フランソワ・ロラン・トリュフォーは、フランスの映画監督、ヌーベルバーグを代表する監督の一人、映画作家、理論家のアレクサンドル・アストリュックがトリュフォーを、愛のシネアストと定義した。フランソワ・トリュフォーとクロード・ジャド・パリに生まれたトリュフォーは、両親の離婚から、孤独な少年時代を過ごし、幾度も親によって寛解に放り込まれるなど、親との関係で問題の多い少年だった。 1946年には早くも学業を放棄し映画館に入り浸り、1947年にはシネクラブを組織し始める。その頃、後に映画評論士、カイエ・デューシネマ初代編集長となる批評家、アンドレ・バザンと出会う。イコー・バザンが死ぬまで、親子同然の生活を送る。彼の勧めにより映画評論を表すようになり、カイエ・デュシネマを中心に先衛的かつ攻撃的な、 映画批評を多数執筆した。特に、同志1954年1月号に掲載された、フランス映画のある、種の傾向という文章は、厳しい論調だった。最初の短編映画を発表した後、1956年、ロベルト・ロッセリーニの助監督となる。1957年、配給会社の社長令嬢と最初の結婚をする。同年、 制作会社レフィルムデュ・キャロス社を設立2作目の短編映画、憧れを演出し、翌1958年公開。1959年、キャロス社とセットフの共同制作による諸女長編、大人はわかってくれないを監督し、大ヒット、トリュフォートヌーベルバーグの名を一躍凍らしめることとなった。彼自身の体験談を下敷きにして作られた同作は、その後、 ジャンピエール・レオ演ずるアントワーヌ・ドアネルを主人公とするアントワーヌ・ドアネルの冒険としてシリーズ化され逃げ去る恋に至るまで合計5本制作された。この時出会った映画会社マルソー・コシノール当時のマネジャーマルセル・ベルベールはキャロス社の大万頭的存在となり、またトルフォー作品に亀を出演し続けることになる。またジャンリュック・ゴダールと知り合い。 兄弟のように協力し合って映画を制作した。1968年のカンヌ国際映画祭において、コンテストの必要性の有無をめぐって大論争が巻き起こり、トリュフォーはカンヌ国際映画祭粉祭を主張して最も過激な論陣を張った。しかし、この出来事を一つのきっかけに、名優であったゴダールとの決別をはじめとして、ヌーベルバーグの面々と疎遠になった。 68年の国威の花嫁、69年の暗くなるまでこの恋をは高い評価を得た。フランス映画の父として死体尊敬していたジャン・ルノワールがアメリカで失意の底に沈んでいることを聞きつけ、幾度もアメリカに渡って勇気づけ、ルノワールの死に至るまで両者は親子同然の関係を持ち続けた。また自分自身の分身を演じ続けた。 ジャンピエール・レオに対しても息子同然の扱いをしていたという。1983年7月に脳腫瘍と診断され、ミッチェル・ベルジェとフランスギャル夫妻の邸宅にて療養する。友人であったミロシュ・フォアマン監督のアマデウスのプレミアに出席することを望んでいたが、叶わないまま1984年10月21日に死去した。 彼が生涯に制作した映画は25本であった。トリュフォーの死に際して、フランスにとどまらず、世界各国の映画関係者が集い盛大な葬儀が取り行われたが、ゴダールは葬儀に参列せず、追悼文を表すこともなかった。しかし、死後4年経った1988年に出版されたトリュフォー書館集に彼からの手紙を提供した。 内容は激しくゴダールを罵倒する五調のものであったが、新たに書き下ろした序文では、フランソワは死んだかもしれない。私は生きているかもしれない。だが、どんな違いがあるというのだろうと締めくくった。著作、インタビューなど、表伝、トルフォー自身、彼の映画の愛のモチーフを、女と子供と書物だと語っていた。 http://movies.yahoo.co.jp スラッシュ m ービー e s スラッシュムービーズ co. 暗くなるまでこの恋を6353フランソワトリュフォーコレスポンデンス1945から1984 ISBN 0815410247英語版ペーパーバックありがとうございます